するんです富岡さん。そんなだからみんなに嫌われるんですよ。俺は嫌われてない。ああ、それ、すみません。嫌われている自覚がなかったんですね。余計なことを言ってしまって申し訳ないです。動けなくても根性で動け。妹を連れて逃げろ。ありがとうございます。これ、対立違反なのでは？まさか柱が鬼をかばうなんて。それで私に追いつく気ですか？富岡さんのこれは対立違反です。理由くらい話してください。あれは確か2年前のこと。そんなところから長々と話されても困りますよ。嫌われていると言ってしまったこと根に持ってます？